ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではハーメリア、現在探索していきます。現代どっちかっていうと現代か。売れるもんがいっぱいあるんですよね。まあこういうのは後でやっていきましょう。裏でやっとくのがいいだろう。ピンクパール謎に無駄に買ってみたけどないらしい。おお、月の扇、扇の方、バイキングメット、キャプテンハット、まあいいか。マジカルスカートがちょっと強いくらいだもんな。お金あるんだけど買う必要ないだろう。ということで物色していきましょう。盗賊の、あれマジでないらしい。残念。いや分かってるしごめんね。バーですかね。大きな町があるあれですね、グラコスの。グラコスがいたあの神殿ですね。もちろん行きますよこれからね。まあ物色が先です、基本的にはね。お話聞く必要ないんじゃないかなって思うんだ。アズモフ、ベック君引いてますよ、頑張って。はい博士。お、不思議な石板だ。今魚です。はい博士。お、ピチピチ、コイキング。おお、間違いありません。近海にいるものと同じです。ほう、昔海に沈んだことを示すものです。そうなんです、あの大洪水はあるんです、絶対にあったんです。はい博士。はい、何でしょうか。それってひょっとして例の。そうです、例の俺も分かんないけど、あ、石碑に老学士の名、石板がありますね。すごい、なんか今ゾワッときたよ。本当ならね、今キーファと多分結ばれてるであろう女性と結婚していただろうに。人がいる。帽子のせい、知識の帽子、かぶってるものに知識を授けてくれる。欲しいですね。でも大体そういう帽子っていうのはめちゃめちゃ重くてかぶっていられないっていうのが漫画とかでオチなんですけど。いや、これは違うんじゃない？重力が一緒なのか同時なんじゃないの？え、結果は俺、科学とか理科とかすごい苦手なんだ、実は。ああ、やっぱそうだよな。普通に考えたらそうだよな。ただ、石と羽だとしたら、空気抵抗が一緒じゃないと、一緒のものじゃないと同時ではないよね。ただ真空、宇宙空間と一緒の状況で同じような実験すると、羽と石一緒に落としても同時に落ちるんですよね。まあでっていうですねでっていう、復讐のでっていう。これまだかな。これがアズモスさんのお家かな。亭主、旦那様。知力の兜欲しいですね。知力の帽子なのかな、この
ドラクエ7では欲しいですね。やった、やっぱり頭がいいっていうのは憧れるな。賢さの単価すごい、めっちゃあるなアイテム。カボあるっす。3上がった、やったね。アズモフさん、学者、ベック君、ベックです。うん、老学士と大洪水の伝説研究しておりまして、私はそうではないと考えている。研究材料が足りない、願えないかと。なるほど、山奥に古い塔がありますね。モンスターが出るらしく調査に行けない。そうですね、長けてらっしゃる、まさにその通りです。塔に救うモンスターを退治してもらえないか。もちろん、モンスター退治は武道家の務めですからね。引き寄せられて他にも多くのモンスターが出現するとか、くれぐれも油断などせぬよう気をつけてください。まあ、あの武道家っていうのはガボのことを指したんですけどね。問題はその塔にどうやって行くかなんですよ。橋でもかかってたっけか。あ、橋かかってんじゃん。なるほどね、行けるようになってんだな。じゃあ行ってみますか。いろいろと覚えてるぞ。まずここにアイテムだ。おっと危ねえ、ここ出るんですよね。そうか、忍び足、しまった。ガンガン行こうぜになってた。スライムレベル8は1匹あたりの経験値が150なんで、でさらに仲間を呼ぶっていう特性もあるから、お、石板だ。無限になんか経験値稼ぎできるみたいですね。オッケー、ルートも覚えてるぞ。ここまっすぐ行くと確か、ここはどうだったっけか。この塔はね、回転できるからいいよな。逃げれなさそうなんだ。だからちょっと MP 保存しておきたいから、先行取れれば倒せるだろう。強えよなスライムレベル8。たったレベルが7上がるだけでこんなに強くなんだもんな。 HP100 超えてんだぜ。異常でしょ、スライムの成長力異常でしょ。最初だって3とかでしょ。ちなみにここ落ちると地下のとこに行けるんだけど、なんかあるんでしょうか。来る必要があったのか否か。お、ある、あった。お、キングスライムがいるぞ。フガー、かわいいもんじゃないですか。ルカニ、ルカニは意味あるんです。うわ、効かねえのか。おっ、強え。そうか、そんなにダメージが。てかこっちの攻撃力がもしかして、あ、防御力が薄い、その説あるか。まだ死なない、強いな。ぷくーっと膨れ上がった。60。おー、2連続攻撃。メラゾーマ使っちゃえ。回復ベホマ。まだ死なない、強い。やべえ、中ボス並みじゃん。え、なんだこいつ、超強いぞ。メラ、あー、しまった、あー、しまった。完全に動揺してんな、相手の強さに動揺してる。
メラミメラゾーンまでそろそろ落ちてもらわないと困るぞ。よし、おお、強かった。魔物の生息図。あ、スライムになった。モンスターを倒しに来た。そう、てっぺんにいるあいつ、それならちょうどいい。もともとこの塔はスライムたちがのさばってたんだけども、迷惑してる、倒してくれるなら。おお、言うね。スラッチよろしく。そっか、魔物が仲間になるか。こんな話あったっけな、ちょっと記憶ないんだけど。とにかく魔物生息図なるものを手に入れたから、魔物の住処について書かれたもの。しかし何も起こらなかった。 NO。 ちなみにスラッチ君は戦ってくれるのか。先にルカニを撃ってくれ。強いんだろうな。だよな、ルカニするとね、剣の前が大ダメージになるんでね。倒しちゃった。なんとたったの250で。賢さよう伸びますね、アルスはね。人間の言葉話せない。へえ、これ出ちゃダメなのかな。そっか、中心にすれば旅の扉あったな。お、アサシンダガーは急所に当たるとなんか一発で落とせるっていう効用があるらしいですよ。今初めて見たけど。行けるとこまで行くか。13分くらいで区切ろうかな。からの、あ、そっか、いいんだ、こっちじゃね。逃げれるかな。おりゃ、よっしゃ。アガリーノ、よし、じゃあここで終えときますか。探索はこっちでしておきます。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。